こんにちは、大島です。それでですね、これが最後の動画となりました。今までお付き合いいただき本当にありがとうございます。で、今回、この動画でですね、特別なプレゼントがあるというふうにお話ししましたけども、今回はですね、今までの、おさらいをまず先にさせていただこうかなと思っております。で、今までの動画ではですね、まず、自分でビジネスを構築する方法ですね、そしてどんなビジネスモデルがあるのか、一番最初の方には、ビジネスの方程式を教えました。実際にビジネスというのは簡単なものですよということをですね、お話ししました。例えば集客をして、商品があってそれを販売するだけですと。で、稼ぎたい目標、自分が得たい目標をいかに達成するかっていうところの計算ですね。掛け算、ただの掛け算です。ただの掛け算をするだけですということをお話ししました。で、その中で自分に今できる時間と技術とスキルで何ができるのか、そして今もちろんね、これから起業したい、これからビジネスを始めたいっていう方だと思いますので、まだサラリーマン、会社員お勤めという方がほとんどだと思います。なのでそういう方たちは副業でできるレベルのね、時間でいかに効率よくね、そういう実績を作っていくか、いかに収益を上げていくか、利益を重ねていくかっていうのが重要だとお話ししました。で、その中で私はいろいろなビジネスモデルを紹介しました。代理店ビジネス、フランチャイズビジネス、店舗型のビジネス、個人で動けるビジネス、インターネットを使ってお金を稼ぐビジネス、いろいろありますね。その中で私がお勧めしたのは、言いましたけども、物販、ネット物販ですね。インターネットで物販をするというのが一番わかりやすいと私は教えました。はい。それのね、理由もわかっていただけたと思います。で、まあなぜかというと、そもそも、代理店もそうですし、何か商品を自分で作るのもそうですし、やはり、自分に技術やスキル、もしくは集客をできるスキルとかね、そういうのも全部ないといけないと。で、当然ブランディングも、まあ、自分のね、知識や経験もないとなかなか難しい。まあ人が集まらないからねっていうふうに言いました。ただネット物販の方は、そもそも人集まっているところに価値のあるものを投入するだけですから、非常に簡単だと、誰でもできるっていうのは理解できたと思いますね。はい。で、まずそれを取り組むという前提でお話ししましたけども、それで取り組んでね、それでそこで例えば月10万円、20万円と実績をね、例えば家で稼げるとするじゃないですか。そしたらその実績を例えば副業のね、コンサルティングとかね、ネット物販のコンサルティングっていうことで、直接人に教えると。で、実際にそこの方法で実績を作って教える側に回るというね、方法を私は提案しました。で、教える側に回るといってもですね、実際に情報を販売して自動化するとか、あとは、ね、動画を作って自動化してね、自分は楽するとかね、そういうのを、実際やり方もあります。やり方もありますけども、それで非常に、大変で難しいっていう話もしましたよね。時間もかかるし、なんだかんだちゃんとやると思ったらね、お金もかかるんですね。なので、そのやり方は非常に非効率だし、確かに最終的にはね、すごく効率が良くなるんですけども、やっぱりビジネスやりたてですから、最初ですから、お金も時間もかけちゃいけないんですね。なので、一番やりやすい。でも皆さんがなぜか、一番、やりづらい、できづらいと思っているそのコンサルティングビジネスですね。実際に直接自分が、教えるということでお金をいただく、対価をいただくということを始めましょうということを私は教えました。で、そのコンサルティングビジネス、じゃあ売っていこうと。ね、実際に副業、いいですよ。実際に自分が、そのコンサルティングを売る、副業とね、いう転売の実績を売るじゃなくてもいいです。実際には自分がやりたいビジネスがあれば、それを売ればいいです。そのためには、実際に集客をしなければいけない。集客をしなければいけないということで、じゃあどういうふうに集客をしたらいいのか。月一人で言って言いましたね。月一人のお客様、月一人自分のことを信頼してくる方がいればいいと。脱サラできる、起業できるというふうに言いました。で、それをどういうふうに集めるのか、どういうふうにブランディングしていくのか、どういうふうに集客していくのか、していくのかっていうところで、SNS の集客っていうところをやりましょうと、私は言いました。そして、なぜ SNS なのかっていう理由もお話ししましたね。起業する上で資本がないわけで、小資本が、財前提ですから、お金がないわけですね。広告費当然かけられません。なので、広告費無料のね、アメブロとかね、
Facebook とか Twitter、SNS、無料でできてリスクは全くないけど、母体がすごい。言いましたね。アメブロでは、4500万人も登録してるわけ。人口の3分の1も登録してるわけですよね。当然、そこの、転売の原理と同じですね。いるところに投入する。大手の企業だったら自分で新規開拓をね、バーってね、ゼロからホームページ作ってそこをね、SEO やってっていっぱいできますけど、私たちはそんなね、資本がないので、無料でできる媒体で、もともといるところに投下すると。もともといるところで勝負する。これが、弱者、その小資本でやるビジネスの、一番、やらなければいけない。最初に取り組まなければいけないところです。なぜなら、無料だから。無料なのに人がいるから。その代わりね、ライバルも多いので、当然ライバルリサーチターゲット選定っていうところはしっかりとね、自分の、ビジネスを構築していかなければいけないんですけども、そこをやらずに、小資本でね、なかなか、企業独立っていうのは難しいかなと私は思っております。なので、SNS の付け方を教えましたね。コピペでいいんで、まずはブログを始めると。ブログ、Facebook、Twitter を始めて、そこで、ブログであれば、番宣型なので、ちょこちょこしっかりと育てていくと。そして Facebook、Twitter は即効性があるので、今すぐからでも始められるから、今すぐそちらでやりましょうと。実際にすぐにお客さんを取る。一人だけ突き取るぐらいだったら、実際に DM を送れば全然できると。いうことをお話ししました。はい。で最後にですね、集客の方法を言った後に、じゃあ情報発信ですね。コピーライティングとか、自分のコンテンツを作るとかね、実際に教えていっぱい生徒がなった時にどうすればいいのかっていう対処法も実際に教えました。そして、コンサルティングビジネス、月に1件取ればいいというふうに教えましたけども、2件、3件、4件になった時に、デジタルコンテンツ、例えばこういうふうに動画を撮ったりとか、会員制サイトを作ったりとかっていうふうにすれば、ある程度自動化もできるし、自分の時間もね、作れるっていうコンサルティングビジネス、というふうに私は、お伝えしました。ということでですね、ここまででね、見ていただいた方に関しては、おそらく、自分もね、コンサルティングビジネスやるために、順を追ってね、しっかりと小資本で、起業していきたいというふうに思っていただいた方が、ほとんどかなと思います。そもそもね、途中で私の、講義内容だったりね、例えば、私に共感しない、こいつ喋り方がね、下手だったなとかね、なんかあんまり、喋りが得意じゃないなとか、僕には合わないなとかっていう人もいっぱいいたと思いますけども、そういう方っていうのはね、もうここまでの動画はね、見ていただいてないと思うんですね。なので、私はこの動画を見ていただいている方のみにね、お伝えして、最後にプレゼントをお渡ししたいなと思っております。で、プレゼントというのがですね、実際に何かこういうふうにお渡しするというわけではなくて、特別にですね、私の無料コンサルティングを、プレゼントしようかなと思っております。実際にですね、私自身、1時間、2時間で、そうですね、2時間で大体、一応4万円から5万円ぐらいの、今価値は、自分では時間単価ではあると思ってますし、実際にそれぐらいあります。で、その価値を、あなたに、これをここまでね、ついてきてくださったあなたに、プレゼントしたいなと思います。で、東京都内の方はね、六本木の方に来ていただいて、私の、オフィス、もしくは六本木ヒルズの方のね、ところで、無料面談、無料コンサルティングっていうのを、受けていただけるようにしたいと思ってます。ただ、今までね、私の生徒さんとかでも、例えば福岡の方だったり、沖縄の方だったり、岡山の方だったり、あとは山形の方もいるし、福島の方もいらっしゃいますね。あと熊本の方とかもいらっしゃいます。そういう方もね、当然いらっしゃいます。で、そういう方たちはどうしてるかっていうと、私はいつもスカイプでね、そういうふうに面談をしていますので、地方の方もね、この動画を全部見ていただいて、僕もね、こういうのをやってみたいとかね、少しでも、ビジネスモデル興味があるとか、あとは、もう少し詳しく話を聞いてみたいとか、実際に私のことを信じてもらって、私の、人柄だったりね、そういうところに共感してくれたっていう方に関しては、一回ね、無料相談をしていただければなと思います。実際に、無料相談をしたからってね、何かいきなり売りつけるとか、そういう部分は絶対にありませんので、まずは無料相談してもらって、実際に私もですね、いろんな生徒さん、いろんな方々とお会いしたり、相談ね、したりしましたけども、実際にそこで何を
悩んでるのか、その人がどれぐらいの知識量なのか、今まで自己投資してきたのかとかね、してこなかったのかとか、あとは勉強をね、どれだけしてきたのかとかね、本をどれぐらい読んだのかとか、どれぐらいこういうね、動画で学んできたのかっていうのが、やっぱり人それぞれ違うんですね。人それぞれ違うので、じゃあ、あなたはこれやった方がいいですよとか、ね、あなたは絶対こういう、みんなこれは絶対やった方がいいっていうのはないんですよね、実際はね。結構ね、情報商材とかスクールとかだったら誰でもできますっていうふうに言ったりとかするんですけども、私は誰でもできないと思うんですよね。だからその、まずは、まあ誰でもできるんですけども、すぐにできるできないですよね。やっぱり成長速度が違うのでね、例えばブランドタッチできる人と全くブランドタッチできない人ってね、それは起業できるまでにかかる時間っていうのは当然差がありますから、そんなのね一概に言えないはずなのに結構自由に言ってる人がね結構多いので、私の場合は絶対に最初にヒアリングをしたりね、最初にその人はどれぐらいの知識量で、まずはどこから始めていったらいいのかとかね、あとは最終的にここを目指した方がいいのか、でここを目指すにあたって大体その上どれぐらいの時間がかかるのかっていうのをまずは、お話を聞きたいなと思っております。でその上で、いろいろとその人に提案ができたりとかね、アドバイスができたりとか、すればいいかなというふうに思っております。でですね、実際にそのままやりたいことがない、そもそもないとかね、もう全く知識がない、とりあえずもう意味がわからないとか、例えばインターネットも触ったこともない、パソコンも持ってないという方でも全然 OK ですし、あとは僕自身ね、その起業、インターネットで起業する、パソコンで起業するとかね、そういうそれだけじゃないんで、実際にリアルのね、店舗ビジネスの方たちも支援したりとか、普通のね、リアルのビジネスっていうのもビジネスモデルで構築したりしてるので、そういうね、リアルのビジネスやりたいっていう方もぜひぜひご相談していただければなというふうに思います。で、全然こがましいとかね、そういうのはやらなくて、思わなくて本当にいいです。実際に私もね、3年前まで会社員をやっていた時に、やはりこういうふうにね、何かオファーがあったりとか、無料でね、チャンスを差し伸べてくれたりする人がやっぱりいてですね、でそこに飛び込んで、最初はね、よくわかんない感じになっちゃったりとか、あとはその、本当にこれでいいんだろうかとかね、本当にこの無料相談をしていいのかとか、あとはここに飛び込んで、なんか騙されないだろうかとかね、いろいろありましたけども、やはり飛び込まなかったらね、始まらなかった、何も始まらなかった、未だに会社員やってたと思います。なのでですね、まずはいきなりね、これでお金がかかるというわけではないですから、まずは無料相談して、これからの道、何でもいいです、どんな相談でもいいです、こんなことで起業したいんだけど、今何をやったらいいのかっていう相談とかでも全然いいので、ぜひですね、この動画の、このメールの下に、この動画やこのメールの下に、無料相談のね、お申し込みフォームをやっておきますので、そちらからぜひご応募ください。それでですね、長々と動画何本も見ていただいて、ありがとうございました。あなたと無料相談、とりあえずスカイプでもいいし、面談でもいいし、ご応募を押していただけることを楽しみにお待ちしております。はい、それでですね、動画何本か付き合っていただいて、本当にありがとうございました。またどこかでお会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。